皆様はじめまして、こんにちは、こんばんは。 MM チャンネルのみーです。みーです。まこです。まこです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、前回はネザーの拠点の中に可愛らしいメルヘンなお部屋を作りました。はい、まあ可愛いかどうか置いといてということでですね、今回なんですけれども、早速あの部屋に住人を送り込みたいと思います。ということで、本日は隣の村に来ています。わーい。でですね、あそこの部屋を作ったのはもともとこの村の住人を増やすためにちょっとあそこの部屋を作りました。結局ね、ネザー送りにするというちょっと需要のない子たちを向こうで生活していただこうと思います。では早速作業開始。あなたは、あ、清塚さん、この方いる方、はい。こういう人たちってでもまだ交換してないですよね。まず交換しますか。いっぱい取ってきたから。なんかあっちの人たちいらないですよね。あっちのもう交換済みの方たち。でも羊飼いさんとかって、あのあれやってくれる、農業やってくれるじゃないですか。そうなんですか。いっぱいいるからいらないいらないっていう言い方あれですけど、この辺の司書さんとかももうあれですよね、交換済みだから必要ないですよね。大変、なんか勝手に走り出してしまった行ったり来たりしている。まだまだダメですよ。ん、本当だなんかちょっとアトラクションみたいになっちゃってますねよし、で繋げてからにしよう。うまくいきますかね。そうですね、なんか私たちの世界すごい、あのうまくいかないこと多いですよね。あれ、あ、出てきちゃった。やめて、いやん、帰って帰って。彼はいります。わかんない。ひ、大丈夫ですか。あ、じゃあちょっとバイバイして。これでいいんですかね。このまま行くんですかね。怖いですね。いい感じですね。よし、では早速よいしょ、この方たちを送りましょう。乗ってくれ、乗ってくれ。持ってる人からでしょうか。お、まこしに向こうで待っててもらってます。行くかな。行け、ガードレール、あの置いてあります、あそこに。あ、戻ってきた。あれ、ヒュ、追いかける。あ、いた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 、行きましたよ。行かないのかな、やっぱりこれ。なんか見たいですね、やっぱり。あの乗ったまんまはダメなんですね。ってことはそっちにあれが必要ですね、あのトロッコ。本当ですか。怒れた、いた。あ、あ、トロッコごと行きましたね。やった、乗せ、そこで乗せたらいいですよ。なんか乗せて
ょっと村人さん向こう側から押しましょう。チュンチュン。あ、そこなかった。なんかつけて、なんかつけてなんか。よいしょ。あ、もう一回帰ってきちゃうんじゃないですか。大丈夫。あ、行きました行きました。勝手に。あ、いいですねいいですね。そこでおまこし行かないとあれですね。中に入らないと壊せないですね。いけた。でもう一回つけるといいですね。今ですね、いっぱい送ったんですけど、そしたら生まれました生まれてるちっちゃい子が、あれ、いなくなって、あ、そこにもいます。あと、なんかいっぱいここに生まれてるみたいです。やっぱり人数制限だったんですね。パンとかあげなくても勝手に生まれてます。いっぱいハート、あっちにも見えなくなって、あ扉いますね。よし、いい感じですね。どうしましょう。こっちの人たちもいらない人、この辺はどうですか。でも交換してないのか。交換してみますか。交換してみましょう。いきます。プリンですね。よし、なんか久しぶりすぎて忘れてる。取引出ない。あ、出た。よし、鉄の斧、ただの鉄の斧。ノックバック1、うん、鋭さ2。どうしましょうか。まあ、ちょっとこれなかなか星がいますね。あ、出た出ました。あ、待ってください。おっ、出た、全部出た。ノックバック1、耐久2。これダイヤモンドもらえます。効率に、いまいちですね送られる刑に処されましたよし、彼ですね。よし、交換します。ひょいひょい。出た出た。なんでしょう。虫殺しに、効率に、いらないこの方、いる人いります？いらない。あ、あなたじゃないよ。あ、また鳴っちゃった。あなたじゃないよ。あ、いい、いい感じですね。よし、じゃあトロッコが売り切れたね、これで。この人いる人ですよ。幸運、幸運、あのショベルが幸運な人。シャベル。お、彼は師匠さん。いいですね。あ、かわいい。ひどくていいじゃない。ん？そうですね。二だ。はい。このミートさんいらないですね。今ここにいた。ちっちゃいまま、バイバイしてあ、いい感じ あ、まだ交換してない人ですよ。道具屋さん、生まれた人ですね。交換しますね。はい、お願いします。星がいますね。あ、出た出た出た。耐久3の効率3。え、微妙ですか？良くないですか？あ、そうなんですか？いつも使ってるのってそうでしたっけ？私たちこれ使ったやつですよね。あ、本当だ。
法律さんの耐久さんの高音位置、あそっちの方がいいですね。そうですか。ショベルは法律と耐久か普通ですね。はい、ということでですね、結構いっぱい移動させましたね。そしたらやっぱりいろんな人たちが生まれてきてくれて、どん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 新しい人たちが生まれてきてくれてるので、ちょっとあとは裏作業でちょっとキリがないので、この後もちょっと欲しいのが欲しいものを持っている人が生まれるまで頑張ってみたいと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また見てね。バイバーイ。